すごいかも。すごい。クランクします。沖縄の顔じゃないよこれ。北陸来た時え、ここは何ですか。なんかすごい綺麗なねえ、提灯、ランタン。夜の沖縄を、はい、沖縄を楽しむスポットとして教えていただいたんですけど、はい、紫村っていう体験施設で、はい、この冬だけにやってるおもろうな おもろうなね。ちょっと千と千尋っぽさあるよ。すごいね。訪れたのは読谷村で3月いっぱいまで行われている明かりのイベント、琉球ランタンフェスティバルです。わあ、え、ちょっとすごいかも。すごい。何？え、本当に千と千尋みたい。こことかさ、めっちゃもろ。やばい。千と千尋なんだけど。え？神隠しに合うよ。花咲いてる。すごい。わあ。やっぱなんか光るものってテンション上がるよね。この中とかやばい。ちょっとなんか青森っぽさある。寒さも相まってなんかいるなんかいる。あ、これはヨミトンらしいです。ヨミタン村の、あ、ヨミタン村のヨミトン、ねぶたで作ったヨミトン。やっぱねぶたなんだ。ここで青森との共通点が。9回目を迎えるこのランタンフェスティバル、今回初の試みとして青森からねぶた職人を招き、琉球王国時代をイメージしたねぶたを作ったんです。綺麗。でかい。なんか龍もいる。すごい。テンション上がる。わあ、辰年だから。違うか。そうじゃない。絶対そうだよね。わあ、すごい。こことかめっちゃすごい。私龍好きなの知ってます。龍好きなんですよね。かっこいい。これ鳳凰細かく作られててめっちゃすごい。わあ、傘だ。え、すごい。すごい。すごいんだけど。嘘でしょ。わあ、すごい。でも本当に綺麗だね。足もなんかエモいくらい良いな。エロい？エモい。絶対使うな。エロい？エロいですか？エロい？ねえ、エロかった？ドラえもんある。ドラえもんもあるし、あれ？まさか、まさかだ、やつが。この寿司。ニオドフィ。ニオドフィ。うわ、めっちゃ飴ある。やばい。家で作るぐらい好きですからね、フルーツ飴。時に彼氏とくれるぜよ。全部違う。あったかい時だし、彼氏とくるやつだし、ファーコート着てくるようなとこじゃない。オリオンビールの T シャツ着て彼氏とくるやつ。